世界最大のコクワガタ。ワンペアやっぱショップとかで6万とかしますから。これがクワカブの部屋ですよ。あ、やばいかも。え、はい、どうもこんにちは、ミオリです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがハチ水晶さんです。ハチはね、丸いけど。ハチマさんか。うん、丸が、そうだな、丸水晶くなりすぎて水晶になっちゃう。いや、ならないって。すみません。いや、そういう感じで覚えちゃダメだ。だってハチ丸って名前でも一つだから。ハチと丸別個で、そう、バラバラで覚えようって。水晶アミーゴみたいに。じゃあ、二人が一つだから。ちょっともっと盛り上がる未来を見えてたんですけど。水晶でな、はい、占うけど。なかなか見えなかったですね。水晶なの。水晶伝説作ってこう。あー、紫式部のギャグ。ちょ、やめてよ。電つくやってください、ちゃんと。電つくって言うな。坂つくみたいに。よろしくお願いします。お願いします。目覚めました。え、何の話ですか。え、今日18時撮影ということで、はい、普段の撮影時間帯より結構早いんですよ、うん、なんか比較的元気なんですけど。はい、時間が22時でして、今24時です。僕のせいです。何があったんですか。僕が寝坊しました。あら、マジでごめんなさい、本当に。いや、ちょ、ガガガガ。いやいや、だって謝ってる時に映してダメでしょ。映してください。本当ごめんね、ミオニくん。ちょ、ハチマさん、なんで裸なんですか。いや、ちょ、ちょ、ちょ、着てる、着まくってるから。いや、マジで黒という黒を。まあまあまあ、気をつけてください。気をつけます、はい、まあでも、逆にね、睡眠とってだいぶ元気だと思うんで。そうですね、はい、バンバンやっていきましょう、うん、あんまりでも、ふざけすぎられちゃうと、はい、早退しちゃうかもしれない。いやいや、ダメですって。幼稚の割り出しをしたいと思います。あんまりないですよ、結構もう浮か動画ばっかり上げてるんで。はい、ちょっとまあ割り出しもしていきたいなと。割り出し結構動画がになってたりするんで。はい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 。割り出しの動画も撮っていこうという部分で、うん、普段動画で上がってるやつと、まああんまり上がってない割り出しの種類とかいろいろあるんですけど。はい、まあほんと久しぶりじゃないですかね、多分この割り出し系は。なんだろう。はい、なんで早速出しましょうか。はい、お願いします。今回割り出すやつこちらです。ふん、はい。ここに乗ってるよ。はい、そこに。あんま乗ってるって言わないですこれを。床に乗ってるから。床のこと手のひらだと思ってる。魔法キモかったね今の。ちょっとごめんなさい、ここですね、はい、ちょっと蓋がないんですけど、うん、こちら本当だ、もうおなじみですかね、赤ドンキと黒ドンキ、ドンキエールコクワガタですね、はい、世界最大のコクワガタ。はい、こちらの割り出しをしていくんですけど、もうね、多分幼虫見えてるんですよ。え、ああいる、という感じで。赤は見えて、白もいます。白じゃないです、黒です。真逆なんで。はい、カフェオレになるんで。黒と白を混ぜちゃったら、はい、白に見えちゃうね、これ。あーあー、怖くかい。こう、ちょっとね、下のところ。ああ、いました。いるんですよ。なんで、まあ幼虫いるのは確定で、はい、あとは何匹いるのかっていう、うん、部分なんですけど、これ蓋がない理由が、ね、以前、これより前に多分ネパレンスって大きいコクワガタ、はい、が動画上がってると思うんですけど、ちょっと待ってもらっていいですか、はい、すいません。え、なんでずっとにやけてるんですか。ちょっと待って。え、大丈夫だよ、何もない。違う違う違う、いや今ちょっと変なことを思い出してしまった。何を思い出したんですか。いや、俺採卵とかでこれ、はい、少ないの喜んでるのなんか、はい、コメント欄で多く言われてて、はいはいはい、今日も、はい、あんま悪態つくと怒られるんだろうなって思いながら。いやいやいや、そうですよ、気をつけてください。あれ、三森くんでしょ。いや、違いますよ。サブアカで言ってるでしょ。わざわざアカウント作んないから。あんな失敗笑うしかないから。いやいやいや、だからもう失敗はね、失敗で。そうそうそう、望んではないですかね、僕は。本当ですか。うん、たくさん取れるか、もう中途半端に1匹2匹とかだったら、うん、いなかった方がやりやすい。 いやいや、そんなことない。やりやすさだけで。そんなことないから。まあまあまあね、そう、そういうコメントもあったからね。はじまさんも気にするか気にしないかはあなた次第ですけど、まあ気にしなくていいんで、うん、はい、そうなのかな。まあもう803は803で、803だから僕は呼んでるわけですから、カメラマンって。ああ、嬉しいですけど、はい、803が好きで呼んでるんですか。そうなの。はい、だからもうちょいスケジュール開けてくださいよ。いや、俺その気持ち嬉しいけどさ、はい、でも今日ちょっと知ってしまったショックだったことが、え、うん、なんか今度宮崎行こうよみたいな話をしててね、はいはい、で、あの、まあ、具志堅君とかと行ったらいいじゃんって言ったら、はい、いや、八村さんがいいんです、うん、3日4日も開ける人そうそういないんですよ。いやいやいや、暇で呼ばれてるんだと思って。いや、違います。いや、悲しかったよ俺は。やっぱ、いや、違います。仲いいとかそういうのじゃなかったんだ。いや、違う、仲いいんで。やっぱ八村さんで遠征で撮りたいです。そうかな。もう具志堅、平岡さんはね、この間愛知遠征行ったんで、はい、九州も行きたいですからね。ああ、そう、全然全然暇だとは思ってないです。そうかな。はい、そう、蓋を開けてた理由ね。ああ、そうだ。その動画、さっきもちょっと話戻るけど、はい、まあこれの前にネパレンシスを、はい、まあ割り出したんですけど、
これが蓋をつけてると蓋の穴がちょっとちっちゃかったのか、はい、まあ、普通にこれぐらいの、うん、もうほんと10円玉サイズぐらいの穴開けてたんですけど、それだと酸素が多分下まで行ってないのか、はい、幼虫が星になってたんで結構とか幼虫が弱っちゃったりしてたんで、うんうん、もうここもう開けっぱなしにして空気入るようにっていうので今回はしました。なるほど。この場合多分輪ゴムとかしてた方が良かったんですけど、うん、ちょっとね今ねうちに輪ゴムがないので、あーそうなんだ、はい、ちょっとこのままかぶせるっていう形でやってたんですけど、まあ、はい、そしたら一気にねこう動いてくれたんで、やっぱ酸素足りなかったんだなって。あー大事なんだね。やっぱ大事ですね。なんでこれをもうガンガン掘り出していって、あとは何匹か、はい、なんですけど目標ですね、黒ドン、はい、まあやっぱこれボーダーとして、うん、やっぱ10ですよね。10がボーダー。あーもっとやっぱ少ないんですよ、はいはいはい、数があんまりバッと産むタイプじゃないんで、うん、こう1本1本1ヶ月に10匹1ヶ月に10匹みたいな感じで産むタイプなんで、はい、だから10超えてたらバンバン剤なんですけども、両方多分合計20と言いたいところですけど、はい、どっちも10っぽい、うん、うん、10っぽいって言いなんですか。え、どっちも10なの。あ、どっちも10ぐらい。やっぱこの種類はやっぱそうですね。ネパレンシスだ、ネパレンシスだけ噛んでないです。噛んでないの。はい、ネパレンシスだけだいぶ見苦しいけどネパレンシスは30匹とか一気にバッて産むんですよ、はい、ただこの2種類はあんまりそういう感じじゃないんで、うん、10がボーダーなので5億にしようかな。5億はい、また出た数字ボケ。いや、本気で言ってるから。本気で言ってる、頭おかしいって。え、でも付き合いやめるよ、こいつと。いや、なんでですか。こんな見えてないやつ。あ、マジか。じゃあ、リアルに15ずつ。おお、はい、すごい。20いったら異形ぐらいの感じで思ってもらえる。合わせて30。30。はいはいはい。いたらもう、とりあえず、類代はもう確実に大丈夫なので。うん、15。いや、16にしよう。もう、なんでそんな大丈夫か、あげちゃって。はい。16。16、うん。いや、カゴが1カゴ16なんで。あー、なるほどね。はい、1カゴ分、はい、16ずつ、32、うん、いきましょうか。いいですね。はい、じゃあこれどっちからいくかっていう部分で。自信ある方はどちらの。いやー、でもこっちの方がね、食いが早いんで、はい、こっちの方が多いんじゃないかなと思うんで、僕、これぐらいになるまで待つんですけど、うんうんうん、そっちの方が掘り返しやすいんで、はい、こっちの方が多いと思うからこっち行きます。え、そっち大丈夫、シリスボーマンね。大丈夫。え、あ、そう、うん、でもこっちから行きましょうか。こっちからですよ、赤丼。やっぱね、あ、まあ確かに赤丼の方が数少ないからな、いつも。あ、そうなの。はい、だから赤丼から行きます。はい、なるほどね。じゃあちょっと早速行きましょうか。はい、さあ、じゃあ必要なもの、はい、こちらです。はい、いや、ちょパチってやって移動させるためのやつ。はい、いらんて。やっちゃいました。これ出すためだったら分かるけど、はい、いらんて。これでスプーンで掘り返していきましょうか、うん、はいはい、じゃあこれ100均のケースに入れていきますんで、はい、取れたら入れてく。よっしゃ、行きましょう、うん、もう2匹は見えてるんで、2、3、4匹は見てる、見えるんですよ。本当だ。1、2、3、4かな。大きいしね。そう、だから4は確定かな、うん、あとはもうどれぐらいいくのか。まあね、16ですからね、はい、で、ちょっともう気をつけながらね、硬いんでね。あ、そう、なんか柔らかそうにめちゃくちゃ見えるけど、これやっぱ硬いんですよ。本当だ。ゴムっぽい感じなんで割りづらいんですよ。怖いな。膜さえ剥がれたよ。あ、でも食ってる、食ってるね。ここら辺はもう食痕です。はい、あ、で、これとか糞ですね。どれ糞。これ、これとか。あー、これうんち。はい、ってことはもう本当に絶対いると。いる、いる。さあ、とりあえずこの表面をまずめくって、よし、じゃあいきますよ。はい、もうポンポンして落としていきます、土。いきます。はい、まず、はい、はい、まずいないですね。はい、出す量がまあそんなんだったね。なんて言いました今。出す量が。あ、出す量ね。そう、出す量がまって聞こえたからめちゃくちゃむずい、なんかことわざかなんかかと思った。全然そういうのつかないか、料理くん前で。いやいや、普段から使わないでしょ。抑えないといけないかな。うんちっていう人はあんま使わないんで、多分ことわざ。そんなことないと偏見ですけど。偏見だよ。じゃあ行きます。はい、はい、来ました、取れました、落とします。はい、おー、はい、1、2ですね、まず2。オッケー、完璧。このサイズなんで僕指でいっちゃいますね。まず2匹、最初見えてた側面にいた2匹です。あー、なるほどね。ちなみにこれ赤丼ワンペアやっぱショップとかで6万とかしますから。え、高っ。そう、高級クワガタなんですよ。そのもう一つの黒丼の方も。黒丼の方やっぱ4万ぐらいかな、印象で言ったら。高いな。だからまあ平均5万ぐらい。2つまとめてね、はい、この動画で見れちゃう。そう、これがクワカブの部屋ですよ。すげ
げえわ。これがクワクワ部の部屋です。2回も読んでって。クイ。いや、あとか。あとか。よし。さあ、いや、どうだ。むずいな。こういう場合はね、もう。別のアイテムがあるんですね。もう怖いんで、はい、ちょっともうちょい待てばいいんですけど、もう両方やりたかったんで、もうこういう時はもう僕はああなるほど、これ柔らかいんでね、切っちゃいます。すげえ、幼虫は避けて。ああなるほどね、それで曲げてたんだ。はい、まっすぐ切れないかと思って。いやいやいや切れますよ。大丈夫。ああ怖いな。ああこれでも、これでも慎重にやらないとだよね。はい、 もしかしてこう、僕もあんまりこう切る機会ないんでね、あれですけど、もしかしたらこの蓋の縁の部分さえ、ここの縁だけ切れば、あースポッて抜ける可能性はあるよね。いきます、いけるかな。あ、いけそうじゃない。あ、来ました来ました。はい、おー素晴らしい、おー素晴らしい。さあ、1、2、2、立派に育ってますね。ドッキーか。いや、よかった、蓋開けて、この方法良かったね、ハサミ使ったのは。あ、そうですね、うん、このタイプはまだ柔らかいんで切れるんです。おー、3、あれすごい、もう5、もう多分5億ぐらいですね。いや、5だよ、奥いらんて。次で奥か。7ってどうなってんの。おお、いるいる。うおー、もう割っちゃいましたっす。待って、変な日本語。まあでも伝わったよ。伝わりました。うん、よかったよかった。じゃあ割っちゃいます。はい、同じこと言った、さっき。わ、すごい、そう、いきますよ。はい、どうだ、割れるのか。わあ、割れなかった。あー気持ち悪い感じだね。こっから大丈夫？行きます。はい、行きますって言ってるって。あ、いました、いました。ことにしてる。はい。おお、素晴らしい。ごわーっと出てこなかったか。そうですね。まあまあまあ、そんな。まだ分かんない？こっちに。そうですね。それでこれはもう川なんで基本いないはずです。ここら辺やっぱ食ってますね、しっかり。ガーゼル上手な。さあ。行かない？肉まんみたいに。この。がガーって出てくるかな。そう、ない、湯気は出てくると思うんですけど、出てこないだろ、一番。振ってみましょう。はい、あ、あ、見えたよ。おお、よかったよかった。割りますね、はい、1回。おおおおおすごい、10匹ぐらい。いないわ。いないか。何も、あ、1いた。1匹。でもいい感じ、いい感じ。あ、でもこんな感じかな。あ、こんな感じっぽいな。落ち着いてきましたね。もうちょっとずつ割ってね。そんな細かいところに見える可能性あるのか。まあ一応サイズ的に見落としすることはなさそうですけど。さあ、ここら辺とかあった。あ、これは違うか。何それ。これ食根です、綺麗な食根。ああ、ここ、あ、ないか。あ、ないっすね。もういないかな。うん、いないっすね、いない。これ皮なんで、はい、ここにこぼれてるパターン可能性があれば。いや、でもないかな。ないな。 OK、 終了。はい、ワンブロック目終了です。そうですね、はい、赤丼が終了しまして、結果8と。まあまあ十分したかったって。十分じゃないって。十分です、ね、いや10いってないんだって。ほぼ10ですね。16なんて言ってたかね。まあまあできればね、うん、でもそれはでもまあしょうがないと思う。なんてか分かる、え、自信ない方って言ったから。ああ、なるほどね。だって合計で32いればいいからね。そうですよ、こっちですよ、黒丼。まあでも8取れたんで、うん、まだ3ラウンドセットガンガン組んでるんで、はい、多分十分だ、だ十分分いけると思います。ちょっとなんかめっちゃ動揺してる感じになりましたけど。動揺してる。本当に。いや、でも多分バッチリだと思います。バッチリか、はい、で、こっちでも、はい、皆さんもう、まあ、北海道とかもうホワイトクリスマスとかになるかもしれないですけども、うん、東京の方は分かんないんでね、確率的にはやっぱ東京とかの方が雪降る確率。東京で分かんないって言わないでくれよ。いやいやいや、違う、分からないな。これややこしかった。ややこしかった今すごく。これ、うん、やっぱ東京雪降る確率少ないと思うんで、はい、まあもしかしたら時が過ぎて、うん、新年になってる可能性もありますけど、動画的には、はい、これはクリスマス前なんで、はい、皆さんに幼虫というホワイトクリスマス見せてあげます。おー、はい、素敵なね。人によっては最悪だ。これがクリスマスですよっていうのを見せますんで、いきましょうか。はい、黒丼。さあ、じゃあまずこの上っ面の皮をね、同じように、はい、取り除いて。どうなんだろうな。どうすかね。まあまあ今いるけどね。はい、いやでも自信はある。久しぶりに自信あります。あ、そうなの。はい、
え、でもここのとこ俺が担当したやつは結構あーまあそうですね。ただね、最近のやつってこう難関種とかじゃないんで、あ、なるほどね、はい、ちょっと癖があるとかじゃないんで、もともと取れやすいのか、はい、そうですそうです。お、よし、これは皮ですね。皮ですね。皮が取れました。いやいや、いいよ皮の方向。いや、いいじゃないですか、一応。よし、さあ、あ、やばいかも。え、でもうここに2匹いるんですよ。おすげえすげえすげえ、もう、はい、いや、本当にすごいんじゃねこれ。いきますよ。はい、さあ、ホワイトクリスマスまで、ホワイトクリスマスまで。何や、それカウントダウンでやるんだ。3 2020か2021になる。2 1、メリークリスマース。あ、でも、いっぱいいた。まだこんなもんじゃないだろ。はい、終了。いやなんていうかさ、えだから、はい、3連休ぐらいの取れないなら取れないで、ね、よかったな。ちょっとなんかクリスマスは言い過ぎ、はい、絶妙でしたね。あられあられがね。いや、でも後半すごかった。いやいや、すごいよ。すごいわ、すごいっすよ。すごいわ。なんかハードル上げすぎたな。あれ、あの落とし方がよくなかったの。そうそうそう、見えてなかったけど。いや、でもすごい。だってほら、ここいるわ、いるいるいるでしょ。結構いますよ、多分。こんなにいるの。はい、ちょっとね、結果はラストでとりあえず取っていきます。はい、しっかり育って。ほんとだね、みんな元気じゃん。おお、すごいすごい。ここら辺ほら、待って、何これ、すごい、めっちゃいるぞ。え、これ何冠種なんでしょう。でもまあちょっと癖ある。ああ、何冠種じゃなかった。いや、何冠種です。超絶何冠種。いや、言い過ぎじゃん。難攻不落の難攻、何が好きなだけ。難攻不落の何です、これ。難しい、はい、カレーです。美味しいよね。いや、大丈夫かな。幼虫減ってないですか。幼虫は、いや、大丈夫。面白さで経営とかない。なんて言いました。あ、出てきた、どんどん。いいいい、もうすごいな。いや、でもすごい。やっぱさっきとは比べ物になんないですね。本当だ。ほらほらほら、わー、すごいすごい、最高です。うん、いや、そこにもいるね。ね、まだいそうだな。いそう。あと2匹、3匹いるんじゃない、うん、お、いるいる、2匹いる、まず。ほら、すごいすごい。おぉ、まだいるよ、として。もうちょいいるかもよ。あ、いたー、素晴らしい。すごい、素晴らしいです。おぉ、すごい。あと1匹いないかな。待って、マジですごいわ。これすごかったっすね、意外と。なんか土に紛れて入ってた感じでしたね。これで終了かな。はい、終了です。はい、素晴らしかったけども、めちゃくちゃすごかった。あっという間でしたけど、うん、結果、はい、さっきのが8、はい、そして、こっちドンキエルハンプイですね、正式名。はい、21頭合わせて29頭です。大失敗。いや、違うだろ、違うだろ。大失敗だろ。大成功です。いやいやいや、ほぼ5億ですね。違うでしょ、はい、豪華、すごい。あ、いや、でも見てよ。いや、すごいよ、俺だってすごいって言いたいけど、すごいです。いや、これはマジですごいよ、うん、いや、だって幼虫1匹3000円、4000円とかしますからね、ショップだと。本当だけどね、そう考えたらね。うわ、素晴らしい。しっかり成長してくれて、元気そうで、はい、完璧でした。21頭。ちょっととりあえずね、ちょっと後で禁止瓶には入れるんで、急いで入れましょう。本当はね、1匹ごとにすぐ入れてった方がいいんで、はい、の方がまあいいんで、基本的には。はい、ということで、29頭、ほぼ32頭ということで。まあ惜しかったよ。大成功ですね。成功じゃ、せめて大は絶対つけちゃダメ。マジですか。うん、でもね、黒ドンに関しては今年の春先、はい、にも13頭ぐらい取れてるんで。すごい、取れてんだ。はい、だから黒ドンだけで言ったら34頭いますから。おお、ではもう大成功ですね。いや、でも良かった。とりあえず両方取れたのは良かったですね、はい、うん、まあ8頭いればオスもメスも出てくるん で、とりあえず一陣で類代できる数は取れたかなと思うんで、ホットは知ってます。はい、はい、よかった。八幡さん的にはどうですか。あ、だからまあ本当にあの最後のやつ20超えるのは本当にびっくりした、はい、確かにびっくりしましたね。 でしかもこのね、やった時にはそんな降ってる感じ見えなかったから、うん、ちょっと笑っちゃいましたもんね。そう、はい、で見たら、あ、すごいっていう、意外とね、感情ぐちゃぐちゃにされた。いや、素晴らしい。うん、そう、感情のスクランブルエッグね。ああ、いい言葉。いやいや、無理やり無理やりだな。
ちょっと平岡さん寄りの感じやめてもらっていいですか。平岡さんも最近突っ込むのやめ始めたんです。三森でこれでええねんっていうのを2人で説明書作ったから。ダメですよ。その説明書まずいですから、間違ってますよ。そうなんだ、はい。いやでもよかった、まあ、橋間さんもテンション上がってくれてよかった。いや嬉しかった、はい、ということで、はい、まあ禁止便に移動するのは、動画外でやろうかなと思いますんで、はい、はい、またこれ多分ね、またタイミング合えば、うん、なんか第2陣とか、はい、3陣とかも動画上げるかもしれないので、うん、楽しみにしててもらえればなと思います、はい、で産卵セットの方とかは、まあ、再生リストの方に、上がってたりするんで、よかったら探してみてください。はい、はい、そんな感じで今回の動画は以上になるんですけども、今回八幡さんがカメラマンしてくださってまして、八幡さんも YouTube チャンネルやってますので、詳しく概要欄の一番下の方にありますので、一番下かい、見てください、お願いします、はい、僕も一番下じゃないですか、だって一番下平岡だから、平岡か、平岡の謎の紹介URL で言ったら僕が一番下なんで、はい、よかったら見てください、お願いします、はい、そんな感じで今回の動画は以上です、はい、ご視聴ありがとうございました。質問かないです。平岡さんです。お願いします。お願いします。今日も見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ここから質問も、ありますんで、よかったら見ていってください。はい。ということで平岡さん、質問の方お願いします。はい。本日質問3つです。3つ。ありがとうございます。1つ目。はい。僕もよくランバージャック行きます。お、いいですね。ありがとうございます。僕もセブンハンです。お、ありがとうございます。森友哉のサインを持っています。あー、すごい。三森さんは誰かサインを持っていますか？うん。もうすぐでヘラクレスが浮かします。おお、すごい、いいですね。楽しみ。汗、楽しみ。すごい、なんか、いいな。わらいいな、なんか。感情込めまくって最後まで。なんか、あの、小学校の日記みたいな感じでいいですね。そうですね。いいね。なんか、元気な感じも伝わってくるし、うん。嬉しい。はい、こういうふうなの嬉しいですね。そうですね、ランバーに行きますと。うん、セーブファンです、森友哉のサインを持っています。詰め合わせ。好き、詰め合わせセットです。好き、詰め合わせ。まあ、三森さん、誰かサインもらいます。そうか、そこですもんね、質問で言うと。質問といえばここですね、はい、僕はね、サインは多分めちゃくちゃある方だと思います。しかもサインの種類のやつもね、まあなんかいろいろあるやん。そうですね、ボールのやつとか、ボール、カード、色紙、色紙、はい、バットとかも、まあ、バットもありますね、はい、はい、まあそう、まあだからサイン、バットはサインはないか。バットはサイン、はい、サイン入りバットっていうのはないですね。なしだ、サインで言ったらボール、色紙、あとまあ記念サインみたいな、そのオフィシャルのやつ、はいはい、っていう感じで、誰だろうな、まあ、森友哉も、サインいただいてますし、うん、まあ1個はその2015年の、シーズン最終戦、はいはいはい、そのホーム最終戦の時って選手が投げるんですよ、サインボールを何球か、うんうん、それ森友哉のゲットして、あー、すげえ、ラッキー、ラッキー、めちゃくちゃいいね。そう、それもあったし、その僕地元が宮崎なんで、はい、まあ、正月帰らずにこう、まあ、地元帰省がてら西武キャンプを見に行ってるんですけど、はいはい、その時にサインもらったりとかで、うん、まあ、森友哉だったり、まあ、最近だと、まあ、秋山翔吾とか、はい、とか、まあ、高橋光成とか、はい、まあ、今井達也とか、まあ、結構そう、多分、まあ、西武の選手の、はい、多分まあ、でも7割ぐらいかな、はい、一軍選手7割ぐらいって感じですね。栗山とか、おかわり山川、殿崎とか、浅村とか、あれも持ってる、はい、ね、とか岸とか、めっちゃあるよね、涌井も和田も。そうですね、僕西武ファンになってからはずっとサインもらいに行ってたんで、うん、キャンプ見に。マジでめちゃくちゃ、多分ね、皆さん持ってるよりめっちゃありますよ。そうですね、多分その個数で言ったら色紙とかサインボールとか、その延べで言ったら多分200ぐらいありますね。いや、マジで、はい、マジであるから、めちゃくちゃありますね、マジである、はい、本当中村竹也のサインも4枚ぐらいありますし。あるよね、なんか、はい、おかわりくんが一番ほんま多い、はい、え、秋山、いや、あ、でも秋山も多いですね。秋山も多いよね。秋山選手も、はい、そうですね、サイン、色紙、ボール、はい、ボールが2球ぐらいあって、はいはい、で、色紙も2枚あって、はい、あ、秋山選手の方が多いですね。あと、うん、あの母の日デーみたいなのでチャリティーオークションみたいなのあって、はあはあ、そのパネル、はい、秋山翔吾のポスターみたいな、お母さんありがとうみたいなポスターのやつの秋山翔吾のサインが書かれたポスターも落札して、うわ、すごい、そう、それ母の日のプレゼントにしたんですけど、まあ、僕が欲しいからっていう理由なんですけどね、はい、嬉しいだろうね。まあでも母親も秋山翔吾ファンなんで、ああ、やっぱ
喜んでた。まあ喜んでましたね。いやすごい。そうだからまあやってみたな。はいはい。やっとあ確かにやっと言えた。まあちょっとそう前そう初めて秋山翔吾選手とそうさなちょっと他の選手の時は選手とか言ってないのに、はい、なんかいやいやまあまあまあ秋山翔吾選手だけ違和感感じちゃうから。まあ確かにファンなんで、はい、ファンなんでその選手って呼べるほどでもないっていうので、うん、僕はやっぱもうファンだから、まあね、やっぱりこう呼び捨てで言っちゃうんですけど、まあ、全然全然、はい、まあ一郎っていうね、はい、まあそういう感じで言っちゃ、うん言っちゃってたんですけど、この間、はいはい、ちょっと会う機会があったんですよ、本当に。まあ、事務、まあ、その、魔石のおかげというか、事務所のおかげで。翔ちゃんにね。はい。翔ちゃんに。翔、いや、言えないよ。翔ちゃん選手ね。やめてください。翔吾選手に会ったよね。会って、すごいよな。そう、会って、こう、お話しさせてもらって、はいうん。さっきのエピソードをね。そう。いや、言おうと思ってたんですよ。うん、こう。だからまあ当時西武キャンプも行ってましたとかで、はいはい、そのお母さんありがとうのやつ、うん、まあそれも言おうと思ってたんですけどもう本当にテンション上がって緊張しちゃって、はい、そうキャンプ毎年行ってサイン何回かもらってるんです、はい、だけしか言えなくて、うんうんうん、そう言って帰ってきて会ったんですよってでもめっちゃなんか後悔した顔してて、はい、なんで俺これ言えなかったんだっていうのをずっと後悔しててそう言えなかったんでここで言っちゃいました。確かにね、はい、やっと言えたやっと言えたけど見てくれてはないからな届けいやそうなんかいつかねまたそういう機会もねあればね。だから西武の選手で言ったらほとんどいただいてますね。僕が好きになった時、ね、2004年からなんですけど、はい、だからその当時のメンバーの中島博之とか、うん、赤田翔吾とか佐藤智明とか、はい、まあ、貝塚選手とか貝塚だ貝塚とかいや、はい、いや、まあ、いいけど、はい、どっちかに同一してくれば、はい、ほとんどいただいてますね。いやすごいね。カブレラとかカブレラもあんにゃん、はい、カブレラはでもちょっとねその球団関係者みたいな方が、知り合いにいたんでその方にこうお願いしてこう書いてきて書いてもらいました。書いてこう送ってもらいました。すごっ、はい、デストラーではデストラーではないですその時代のやつは見たことないですさすがになさすがにないですね。だから監督やってる人だったらあれですけどその、辻さんとか伊藤勤とか、はい、まあ池原監督とか、はいはいはい、そうありますけどね。鍋球とかはいはいはい鍋球だけなくて、まあ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 そうですからね。そうだからサインをいっぱいキャンプ地が近かったっていうのもあって、うん、こういただいてます。いやそう、はい、そうでもまあ嬉しいですね。こうやって西武ファンの話もしてくれて、うん、でヘラクレスもねもう絶対羽化してるんで、うん、もう汗が出るほど楽しみっていうもうこれはもうほんと間違いないんでね。珍しいもんな汗楽しみ確かに笑詰め合わせなんですよ。もう感情壊れちゃったね。感情が高ぶりすぎて、はい、いやでもねヘラクレスもどうだったかとかもぜひまたコメントしてくれたら嬉しいですね。はい、はい、いや質問もありがとうございます。ありがとうございます、一緒にブリードも頑張りましょう。はい2つ目、はい、三森さんはチリ得意ですか。チリおうかっこ自分の考え、うん、昆虫飼育しているから。うんまた大久保脱走しました、はい、どうしたらいいですか教えてください。あなるほどそこが質問か。そうですね、はい、あ2つ質問なのか。チリ得意ですかと、はい、脱走したらどうしたらいいですかっていう、はい、脱走しましたどうしたらいいですか。昆虫飼育してるからっていうのはしてるからチリ得意なのかな。なるほどなるほどことなのかな。だから僕なりの考えってことね。そのそうコメント書いてくださった方が、まあ、僕が思うに昆虫飼育してると産地とかあるから、はいはいはい、チリ得意なんじゃないんですかっていう部分ですね。そうですね。あとまあ世界的な部分もあるんじゃない。はいはいはい。その日本だけじゃなくて、うん、そうか、うん、そういろんなエクアドルとか南米の種類とかいっぱいいますからね。チリはめちゃくちゃ苦手です。そうなんです。はい、はいびっくりするぐらい知らないです。フランスって聞かれたら、はい、ヨーロッパですって言っちゃうぐらい。 いいでしょそれは、はい、そういいじゃないですか言っちゃうやつなんで。いやヨーロッパ三山だったんで、はいはい、これフランスですか。いやヨーロッパですって、はい、言っちゃうんで。そうヨーロッパ三山の産地を聞かれたんでしょうけどね。はい、はい、フランスじゃなくて僕が飼育してたのはハンガリーだったんで。あーそう、まあ、そう一瞬出てこなくて、はい、確かにそこのそのミヤマクワガタは、うんまあ、南フランスの産地が有名なんですけど。ああなるほど。パッと急にフランスって言われたんで、うん、ヨーロッパです。ヨーロッパですよっていう含まれるからな、はい、含まれてたらしいです、はい、そう手ぐらい本当に苦手でまあ今ので分かりやすいよね、はい、チリが苦手なのは。そうだからなんだろうなその生態の産地例えば、はい、まあなんだろうパラワンオヒラタって言われたら、はいまあ、フィリピンとか、はいはい、こう
アンタウエス、アンタウエスとか、はい、ってなったらまあインドとか、なんかそういう感じでは覚えてるけど、その実際にフィリピンがどこにあるとか、はい、インドがどこにあるとかはちゃんとは知らないです、うん、まあ、そう、名前として覚えてるっていうことですね。そうですね、はいはい、ペルーの種類いるけど、うん、ペルーがどこにあるかとか知らないし、だからまあその低音種とか聞いたりした上で、まあ、低音種ってことは、うん、まあそのワインセラー入れた方がいいなとか、はいはい、とか、まあ、逆にそのなんだろう、人によってはだからその産地から予想して、うん、山地とか標高、はいはいはい、だから地理的にこう山が多い場所とか、うん、山の、上にいる、まあ、地域の人たちというか、はいはいはい、だからそういうのだったら、まあ、標高がちょっと高いから、うん、低温種だろうなとか、そういうイメージで低温種としてるとかもあると思うんですけど、なるほどね、はい、まあそう地域でね、そう出るとこも高いもん、そう、そういうのがあるんで、だからまあ、だから低温種イコール、まあ僕は標高が高いんだなとか、はい、そん逆パターンですね。まずいろいろこう、はい、その辺は覚え方考え方はあるんですよね。そうですね、だからまあやっぱ南米の種類は珍しい形が多いっていう印象だから、うん、まあ、ペルーのやつもやっぱ変わってるなみたいな感覚なんで、その地理は本当に苦手です。もうほんまに苦手よね。どこまでがアジアで、うん、どこからが南米でとか、うんうん、南米は分かりやすいけどね、もう大陸アメリカの下の大陸がもう南米、そう、ブラジルとかですか。そう、なんかアジアでどこからかって言ったら、うん、アジアからこうヨーロッパの部分かなと思ったけど、はい、繋がってるから、ああ、もういや違う、僕が知ってるのがそこしかないですよ。ちょっと分かんない、はい、あとはもうエクアドルとかキューバとかになっちゃうんで、そう、あとはね、エクアドル南米やからね。あ、確かにエクアドルも南米ですね。南米、はい、南米の株主です。野球のね、感じで、まあ、キューバとか、ね、キューバとか、はい、そう、だから場所、オーストラリアとかはなんとなく分かるんですけど、あ、なんとなくかよ、さすがに分かるよ。位置とかはそんなに分かんないんで、そう、だからそう、多分でもそのだから生態のおかげで、うん、ワードは知ってるぐらいの感じですかね、はい、この種類はここら辺とここら辺にいるとか、うん、そういう感じで覚えてる感じなんで、地理は得意じゃないです、はいはい、っていうことですね。得意じゃないというか苦手です、はいはい、で脱走した、フォークワが脱走した、はい、これはね、もう、ま、たまにやっぱ出てくるんでね、どうしても、でも、ま、とりあえず、例えば外に逃げるようなことがないように気をつけるっていうことですかね、はい、ま、だから窓とかも、うん、その風を通したいときは網戸とか、うんうん、まあ、だからもう虫が外に逃げないようにまず配慮するっていうのと、はい、あとは脱走したときって僕の印象で言ったらやっぱこう湿度が高い場所に結構集まりがちなんですよ。どうしても餌がないんで、あ、なるほど、餌がないからこう何かをこう口の中に含みたいっていうので水分を欲するんですよ、はい、湿度の高いところに行こうとするんだ、はい、そう、だから窓際とか、はい、そう、温度差が出てくるから窓際とか水滴とか出てきたりするじゃないですか、うんうんうん、だから窓際に結構来る傾向にあるんで、意外とそこを探せばいたり、そうですね、そういうこと、だから窓際とかに出てくるのを待つのがいいかな、カーテンの裏とかね、なるほどね、はい、とか、まああとは隙間だ、この時期とか冬だったら大桑とかだったらこの隙間とかで冬眠してる可能性もあるんで、うんうん、だからその隙間とかちょっと見てみたりとか、まあ、あとはもうゼリー置いてみるとかね、いろんな箇所に置いて、はあはあ、はい、ちょっとゴキブリホイホイチックなチックな感じで、やり方で、はい、だ置いとけば、はい、たまに見たら出てきてくれたりするんで、はい、めちゃくちゃびっくりしますよ、おってなっちゃう、はい、確かに僕も一回パラワンがこう蓋開けて、うん、部屋の中で脱走してたんですけど、うん、そのワインセラーの隙間にいて、ほうほう、もうそのワインセラーを開けた時に下見たらでっかい牙が動いてる、怖いよな、めちゃくちゃ怖いですうわってなるな本当にホラーぐらいの、多分まあ喜びもね、ようやくまた帰ってきてくれた、まあ確かにね、うん、あるんで出会い、そう、だからもう本当、まあちょっと外にだけ逃げないように、はい、こう配慮しつつ、まあ出てくるのを祈る感じかな、はい、さっき言ったような感じで僕はって感じですね、はい、はい、なんでまあ、一緒にブリードも頑張りましょう、はい、そして最後です、はい、国産ココアと国産ノコなんて持ってたんですかめちゃくちゃびっくりされてますねあ、でも国産ノコ、コクワ両方あの多分野外で今年採集したやつですね、はいはい、はい、都内で採集したっていう、はい、はい、で、そう、基本もかい、その
捕まえたところに返してるんですけど、はい、そこの時はやっぱ雨が降ってて何個かポイント行ってたんで、うん、ちょっと返すタイミングがなくて、はい、で返せなかった。雨が降ったり雷が落ちてきたりとかで返せなくて、はい、こううちで飼育することになったりしたやつとか、はいはいはい、あとは、ランバージャックで、うん、まあ、企画きっかけで購入したオス単品とか、うんうん、そういうのがいたりはしましたね。で国産ノコギリは一応ブリードも去年からしてますね、はいはいはい、でコクワに関しては国産の、まあ、離島のコクワですけど、はい、はやらしてもらってます、うんうん、はい、そうだから意外と多分動画に出てないだけで、動画に出てない種類の方が多かったりするんで、飼育してる結構ね、本当動画にほんま出てないけどっていうやついっぱいあるよね、はい、なんかしれっと、うん、しれっと急に出てきたりすると思うんで、はい、その羽化掘り出しとかで、はい、そこもちょっと楽しみにしてくれたら嬉しいですね、はい、はい、なんで持ってました。そう、はい、やっぱ国産結局かっこいいですからね。そうだよね、はい、国産は国産の良さあるよな。良さありますね、うん、なんでこうそこの部分もこうコメントしてくれてありがとうございます。ありがとうございます。一緒にブリードも頑張りましょう。はい、以上でした。あ、ありがとうございます。3つ、3つです。いや、いい3つでした。そうだね、最初のやっぱセーブの話がね、はい、だいぶ尺取っちゃいましたね。尺取っちゃった、はい、半分。確かにこの質問時間の確かに半分。ああ、そうですか、はい、でもやっぱちょっと嬉しかったですね。嬉しいですね、はい、話す機会見失ってたこともあるし、うん、そうやな、はい、こうセーブファンっていう、こう同士にも出会えて、そう、クワカブ飼育以外の部分でもこうつながれる親近感湧いたんで、2つだってまあ趣味が合う人ってことやからな、なかなかないですからね。そう、なかなかないよ、うん、いや嬉しいですね。嬉しかったですね、うん、ぜひぜひちょっと来年もセーブの応援しつつ、ブリードも頑張っていきたいですね、はい、でチリの部分とかもね、あんまり言えてなかったんで、うん、いい機会でしたね。そうね、はい、恥ずかしかったもんな、はい、これも吐き出せてよかったよ。まあ多分まあみんな察してはいると思うけど、うん、そう、僕まあ学力全くないんでね確かにね、はい、IQ が2なんやったっけ。いや、 IQ は5000です。そうか、はい、IQ とね、免許は違うからね。そう、学力は偏差値は32ですけど、偏差値が低いだけ、ね、はい、32は英語か。いや、そう、そう、英語のだけ。普段は34か5ですね、はい、全部5教科の、ね、はい、5教科の偏差値は35ぐらいです。で英語が30から32だったんで、そう、まあ、それよりも上回ってくるのが坂田なんで。ああ、はい、それがすごいよね。すごいです、あいつは天才です。逆にね、逆に、あの四国言ってよって言ったら、うん、香川、愛知って言ったんで多分愛媛だよね。多分愛媛を勘違いして急にここら辺行ったんで、そこはさすがに僕も分かるんで、めちゃくちゃ見下しました僕下を見つけたの、うん、いやでもこういう何気ない質問から、はい、こうびっくりした感じの、まあリアクションみたいな感じの部分の質問でしたけど、うん、とか、まあ、またいつもと違う楽しい質問で、はい、はい、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、なのでもうどしどし何でも質問お待ちしてますんで、はい、よかったら、コメント欄で、書いていただければと思います。はい、はい、そんな感じで今回の動画も長々とご視聴いただきありがとうございました。